日殺オレンジ鉄道ハザー -100 系軌道車。日殺オレンジ鉄道ハザー -100 系軌道車。日殺オレンジ鉄道ハザー -100 型軌道車は、日殺オレンジ鉄道が保有する軌道車である。2003年、日殺オレンジ鉄道線の開業、経営移管に備えて準備した車両である。走行する区間は交流電化区間だが、交流用電車では最低でも2両1編成。 21メートル級となり、車両価格や維持費が高いめ、警戒機動車を使用して運転コストの低減を図ることになり、本形式が製作された。一般用のハザー -101、ハザー -117 と、ハザー -151、ハザー -152 の計19両がある。新潟トランシスが製作した NDC シリーズと呼ばれる 地方鉄道向け標準軽機動車で NDC シリーズの標準的な18メートル級の普通構成車体である。車両の製作期間が十分に確保できなかったことから天竜浜名湖鉄道 TH2100 軽機動車をベースとし運用環境に即した仕様変更を行った車両として製作された。全面左右の窓の上部にそれぞれ全消灯を2個ずつ廃止。 貫通扉の上部に LED 式の行き先表示器を設け、全面倉下に微灯を配置したため、印象は JR 九州基百125系機動車などとは異なるものとなっている。運行線区のホームについて JR 九州から視察オレンジ鉄道への経営以下の際バリアフリー対応として高さを110センチメートルにかさ上げした一方、この車両自体は 従来の NDC シリーズより低償化を図った説とした。これにより、列車とホームの段差がほぼなくなり、扉のステップがないのも特徴である。運転席には、列車情報制御装置 t i スを装備し、左手操作、ワンハンドルマスコンを採用している。ATS は JR からの転換路線のため、ATSSK 型を搭載していたが、鹿児島本線へ乗り入れる運用があるため、 JR 九州で設置の進む ATSDK 型を搭載する改造を行っている。DK 型搭載車両は車両番号の末尾に A が付与され、現車の車番表記はハザー -101A、ハザー -117A 及びハザー -151A、ハザー -152A となっている。エンジンは新潟原動機製 DM 回13。 HZ 型直噴式、ディーゼルエンジン、最大出力 330PES を一機搭載し、変速機は、事例式変速1段、直結3段のタクマイナス33から1 6 0に、を採用している。運行区間が長いことから、燃料タンクは700リットルの大容量のものを備えている。座席は101から117が、ロングシートと固定式、 クロスシートを組み合わせたセミクロスシートで151、152 15は転換クロスシートである。ワンマン運転を行うため自動放送装置、ドアチャイム、LED 式運賃表示器、運賃箱、整理券発行機などワンマン運転に必要な機器、長距離運用のため真空式のトイレを装備している。自動券売機で発売している乗車券や 車内発行の整理券はバーコード式印字のため、運賃箱も券面バーコードの読み取りが可能なタイプを装備している。また運賃箱には両替機能も付いており、1000円紙幣と500円、100円、50円の各硬貨の両替が可能である。塗装は一般車両の101から113、115、117が白い車体の上に沿線で取れる。 柑橘類をイメージしたオレンジ色のライン、さらにその上に、沿線の山と、田畑、八代海、白ぬ日海、東、品海をイメージした緑色と青色のラインとなっている。151と152はイベント兼用車両のため、開業時は151は、サッピーふるさとくん、152は、オレンジちゃんのラッピングが施されてた。オレンジ食堂用車両の114。 116は沿線の八代海、東、品海をイメージしたダーク、ネイビーブルーに金の帯である。その後、様々なラッピングやイラスト塗装が施された車両も多い。例として、イベント兼用車両の151は2010年7月7日から2年間の予定で、松本イジの漫画、銀河鉄道39のデザインラッピング車両銀河鉄道39号となっていた。 終了予定であった2012年7月以降も期間延長という形で長く走り続けていたが2015年10月3日の運行をもって運用を終了した。運行終了当日は特製のさよならヘッドマークが掲げられさよなら999イベントが開催された。152も必殺オレンジ鉄道の公式キャラクターオレンジちゃんのラッピングで 開業当初の2004年3月13日のデビュー、当時から運行されてきた当社で最も古いラッピング車両であったが、こちらも2015年11月8日の運行をもって運行を終了した。10月26日から11月8日まで引退イベントとして、ありがとうオレンジちゃんキャンペーンが開催された。その後、151、152とも検査時に、 ラッピングや装飾がすべて剥がされ、一般車両と同じ塗装に塗り直されて出場している。一般車両では113がグリブーのデザインラッピングを施したグリブーと桜のラブートレインとなり、2013年11月23日に出発式が行われた。2015年の検査時にグリブーファミリートレインへリニューアルされている。107は 111に続いて熊門のデザインラッピングを施した熊本2号になり、2015年1月21日に出発式が行われたほか、こちらも熊本県や鹿児島県、オレンジ鉄道沿線の観光案内や宣伝を中心とした様々なラッピング車両が運行されている。2018年3月10日からはさらに102が熊本3号となり運行されている。 2013年3月24日より運行を開始したオレンジ食堂の専用車両として114と116の2両が改造された。塗装を含めた内外のデザインは水戸岡英二が手掛け大阪車両工業で改造が実施された。川打ち方からハザー -114 プラス116 11の2両編成で運行され編成中央寄りにキッチン、田んぼ寄り、 八つし型にトイレがそれぞれ位置する形となる。上降口は編成両端の2箇所を使用し、中間の2箇所は締め切りとなる。中間の乗務員室は倉庫として使用されているが、運転席やマスコンハンドルなどの機器はそのまま残されており、車両検査などで分割や入れ替えをする際に使用される。JR 九州の ATS 装置機能向上に合わせ、2014年、 以降、定期検査の際に ATS 車上装置を従来の ATSSK から新しい ATSDK に更新する工事が施行されている。施行済み車両は識別のため番号の後に AA が追加される。2014年3月中旬にハザー -110 から施行を開始した。以後、JR 九州熊本支社、鹿児島支社管内での ATSDK 使用開始に、 向けて2015年度までにての車両に ATSDK を搭載した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。